はい、酒好きな新潟じゃない石動画。今回はちょっと可愛い種でね。じゃん。ミオ。放課後ティータイムのミオさんではありません。ね。小竹梅のミオ。これ日本酒のスパークリング日本酒。ですね。清酒、発泡性。容量が 150ml。確か値段が150円ぐらいしたか。原材料が米かっこ国産、米麹かっこ国産米、炭酸ガス、アルコール度数が 5%、宝酒造株式会社の、製造です。開栓前なら製造年月日から約10ヶ月間は美味しくご賞味いただけます。そっか、これ宝酒造のあれだったんですね。これね、前からね、誰かがね、うまいよって言って、リスナーさんかな？美味しいよと言ってくれてはいたのがだいぶ前にね、コメントがあった気がするんですけど、全然飲んでなかったって。ので、乾杯。あ、酸っぱい。酸っぱい。まあでもアルコール度数 5% ですから、普通の日本酒15度ぐらいだろ。炭酸水で5倍ぐらいじゃねえや。3倍ぐらい割ってるってことかな。わかんないけど。炭酸、うん。ちょっと酸っぱい。ミオタン。K4 のミオです。ではありません。うん、まあ別にまずくはない。うん、甘い。うん、甘いプラス酸っぱい。甘酸っぱい。うん。うん、甘酸っぱい。案外美味しいこともないけど、うん。うん、まあ、うん。酎ハイ的な感じでしょうかね。日本酒の酎ハイってとこでしょうか。うん。飲みやすい。これ日本酒に比べると全然飲みやすいね。めちゃくちゃ飲みやすいね。これ日本酒嫌いな人だっても飲めるな、これ。むちゃくちゃ飲みやすい。甘いし、ちょっと酸っぱい。ちょっと酸味がこれアクセントになってるね。これね。これは結構あれだ。うん。美味しい。ただ少ない。量が。多分150円ぐらいしたんですけど、100円以上した。150ml 100円以上したってことは高い。普通のチューハイの2倍以上する。ってことを考えると、うーんってなるね。それならもう、ぶっちゃけて言うと、普通に日本酒買う。か、もしくはチューハイを買う。だって日本酒ワンカップ200円ぐらいだろ。ねえ。それやったら普通に買った方がいいよ。
ちょっと高えよ。ちょっと高えな。かといって、これを飲んだからって言って、日本酒が好きになるとは思えない。あ、これなら飲めるっていう感じの日本酒のソーダ割りみたいな感じなんだけど、でも普通だったら多分これやっぱちょっと日本酒嫌いな俺としてはあんまり好きじゃないね。日本酒は新潟人ながら日本酒あんまり好きじゃないんで。これだったら値段的にも味的にも考えて、まあ、一回は飲んでみてもいいとは思うんだけど、二回目以降はないですね。これは。だって値段が高い。量が少ない。で、まあ、米の味がするということでしょ。まあ、日本酒だからね。っていうことを考えると、いや、普通にチューハイ買うわってなるわ。多分俺だったら。もしくは、日本酒を買うわって。普通にこの、松竹梅の白壁蔵っていう、ここに書いてあるんで、多分これをそのベース、この日本酒のベースがその白壁蔵っていう、壁蔵か。っていうのがあるんで、それだったらもうこれ買うわって。この白壁蔵買うわってなるわ。うん。ね、もしくはもう、値段的に見て、ああ、じゃあ、シャーネワンカップの、ワンカップのあれ買うわ。なんだ。ね、お気に入りのワンカップの日本酒を買うわ。なんだっけ、新潟の村上のあれ。俺が好きな、なんつったっけな。まあ、あれだったらそこら辺に売ってるからな。ここら辺ならそこら辺に売ってるんで。あ、それのワンカップ買うわってなる。もしくは船口の一番絞り。安定の船口さん、船口の一番絞りの、黄色のやつを買うね。本当に忘れたな。本当に名前忘れた。新潟の俺の好きなね、日本酒。日本酒の村上と。あ、締め張り鶴ね。締め張り鶴。そういえば、うちのなんか、神棚のところに、これね、これあったな、締め張り鶴。誰かからもらいもんかな。箱で置いてあったな。ちょっと飲みたいですけどね。まあ、締め張り鶴安定のうまさ。安定のうまいうまさですからね。このね。多分、日本酒の中で俺が、おすすめできる3本中の1本が、この締め張り鶴。まあ、残り2本は、1本一番やっぱあれだね。うまい。一番うまいと思ってるの、俺が日本酒で一番うまいと思ってるのが、八海山。多分2位が締め張り鶴。3位が、まあ、ここら辺ちょっと悩むんだけど、
まあ、腰の完売かな。結構この、締め張りつると腰の完売の間が結構空いてる。この落差が結構ある。結構ね、腰の完売ってそんなに上手くない。言うて。締め張りつると、八海山はべらぼうに上手いけど、腰の完売大して上手くねえんだけど、他に日本酒で、あんまり進めるのがないんで、もう、結構飲んできたけど、あらかたまずかったからな。9割方まずかったからね、日本酒。まあ、なんで。まあ、仕方ないですね。ということでございましたと。まあ、これコンセプトとしては悪くはない。だけど、まあ、リピートはないな。ああ、リピートはないっすね。これ自体美味しいんだけど、やっぱりコスパとかを考えると、うん。コスパとかを考えると、コスパとかも考えてのこのおすすめ度ですからね。うまいっていう度数じゃないんだよ、これ。おすすめ度っていうのは、あくまでもうまいっていう度数ではないんですよ。まあ前なんか誰か勘違いしてる人がいましたけどね。あくまでもこれは価格とうまさをこう高いのはうまいに決まってんだからさ。そんなんじゃ面白くねえんだよ。そうやったらお前100万ぐらいのワインとかウイスキーが一番うまいに決まってんじゃん。なあ。一番おすすめになるわな。だからね、このおすすめ度っていうのはね、まあ、今更てか知る人はね、いる可能性がある。これはあくまでも価格を考慮してのおすすめ度ですからね。2433です。ご視聴ありがとうございました。